それでは堀口選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問を、アンバサダーのくるみさんからお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。おめでとうございます。お願いします。今の気持ちはどうですか？そうですね、前回、カイ君とやった時に慶応負けして、で親がすごい泣いちゃって、まだ親の顔を今回見てないですけど、はい、まあ、笑顔にできたかなっていうので、すごい嬉しく思ってます。はいはい、久しぶりのライジンだったと思うんですけど、はい、どうでしたか？まあ、そうですね、はい、いい会場だなと思ったし、パフォーマンス的には練習でいつもやってることが出たなと思いました。うん、今回、海選手と戦うにあたって、何かこう、対策とかは出てきましたか？そうですね、カーフキックだったりとか、もっともっとグラップリングも入れてたんですけど、それは向き合った時に、出すべきじゃないなと思って、ちょっとプランを、プラン通りですけど、はい、カーフキックっていうのは、でも狙ってたってことですか？狙ってましたね。今回試合感が空いたと思うんですけど、それについてはどうでしたか？全然なんとも思わないですね。自分の体が前回カイ君とやった去年やった時 に、はい、にボロボロだったので、いい休憩になったなって感じですかね。はい、堀口選手の ATT と例えば日本のこう練習する場所とかって、なんか練習の仕方とかって違ったりするんですか？そうですね、コーチがキックボクシングとか、全部打撃は打撃、寝技、レスリングって3ついて、でそれをまとめてくれる、コーチが何人もいるんですよ。その総合を見てくれる。で日本にはそこまでその総合を見てくれるコーチがいないので、だからちょっと、近道したい人はやっぱアメリカに行った方が近道できるんじゃないかなと自分は思って、自分は言いました。はい、今後の展望を教えてください。今後はそうですね、ベラトールのベルトも返しちゃってたんで、それをしっかり取りに行きたいなと思います。わかりました。また試合楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいましたらお願いいたします。あ、ではちょっと先に堀口選手、はい、今、タイトルを取られて座っているヨギボーの感想をぜひ一言お願いして。そうですね、すごい座り心地が良くて、本当は自分はアメリカの自分家買ったんですけど、家にこれは欲しいなと思ったんですけど、アメリカまでは送ってくれないですかね実家の住所控室で書いちゃったんですけど、アメリカまで送ってほしいなと思いました。はい、いかがでしょうか？ご検討をお願いします。すみません、無茶ぶりをありがとうございます。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、ではお願いします。その最初に会った時に拳を合わせて肩をポンって叩いたじゃないですか。あれはこう、なんか渡したっていうような気持ちだったんですか？一回やってるんで、ごめんね、渡してねと、そういう感じですね。ごめんねっていう。向き合って結構遠い距離で、お互いに慎重だったんですけれど、最初のもう一発目に右のカーブで切ったように感じました。あれは、その打ち方が、なんていうかこう立ってるよりも空手風の堀口さんしかできないようなこう丁寧に感じた。本当ですかそんなことないと思うんですよ。カーフキックは、でもみんな今使ってると思うので、自分が特別じゃないと思います。はい、あれはその今回 の、 作戦のプランの中の大きな技の一つ。そうですね、あれもプランに入れて、あとはもうもっと寝技をやろうと思ったんですけど、カイ君が結構そっちに気に取られてたんで、じゃあカーフキックでいけるなと思って、カーフキックをメインにやってましたね。痛めたら右で蹴るってことに関してはもう全然躊躇がなかったんですか？そうですね、自分アホなんでそんな
別に壊れてもいいしって思ってるんで、まあ、全然平気ですけど、しかも違和感も全然ないので、はい、一回組み合うちょっと展開になった時に、はい、首を当てたりもしましたけど、その肘辛さっていうのは全然感じなかったっ、まあ全然そうですね、あんま感じなかったですね、うん、今日勝った瞬間にはどんなことを思いましたか。まあそうですね、やっとこのファンとか親とか泣かしてしまった親とか、まあ笑顔が見れるんじゃないかなと思ってすごい嬉しくなりましたね。あんまりリング上で吠えないんですけど、それを思ったらちょっと吠えちゃいましたね、はい。マイク・ブラウンは何て言ってましたか。マイク・ブラウンもすごい喜んでました。まあそこにいますけど、はい、これからですけれど、勝者はベラトールのチャンピオンにパワールチャレーターに挑戦させたいという佐藤さんの言葉がありました。そのそこにもありますか。まあそうですね、まあしっかりと返したものは取り返さないとならないんで、まあ、1個取り返したんで、もう1個取り返せそうかなと思ってます。もう1回ダブルチャンピオン、はい、まあそうですね、まあでもあんまりコンスタントにちょっともう自分も30なんでできないかなっていうのもちょっとありますけど、はい、取り返したいなとはあります。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、お願いします。日本に帰ってきてまたアメリカの方にお戻りになると思うんですけれども、それはいつ頃を予定しているとか、今後、あとごめんなさい、今後の復帰に向けてどういう、こう本格的なまた試合に参戦するにあたってどういう道のりを歩んでいきたいか教えてください。そうですね、まあアメリカに帰るのはまあ、1月中旬の予定なんですけど、ちょっと伸ばして、まあ、1月いっぱいいようかなと思ってますね。で、まあ、今後の、まあそうですね、試合は、まあまあ、自分の膝とかと、まあ、体調と相談しながらできるなら、まあ、どんどんやっていきたいなと思ってます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ご質問大丈夫ですか。はい、それでは。